Hello there、始まりました森田チャンネルです。今回はですね、2020年一橋大学の英語の講評をしていきたいと思います、ね、扁桃炎で3日間寝てましてですね、やっと復活1本目になるんですよこれね、まあ、毎日動画出てるからそんな風になってたとは思ってなかったと思うんですけども、昨日じゃないや今日初めてですね、3日ぶりに外に出たんですけどね、はい、では、見ていきたいと思いますね、まあ、今年の問題は、難問がねえって感じかな。だいぶ解きやすかったんじゃないかなという印象ですね。いわゆる正語とか正序の文法問題も消えて、その分読解どうなるかなと思ったんですが、読解も別にそこで難しくなったりとかしてないですね。一つ橋ってね、長文が2問あるうちの片っぽがすごい難しかったりすることがよくあるんですよ。でも今回はどちらも読みやすかったですからね。で、さらに英作文には、写真とか絵が消えましたからやりやすかったんじゃないかなと思いますね。いきますね。最初がそう、このね、ジェンダーステレオタイプスのね、広告を禁じるっていうのはね、これまあいろいろとね盛り上がってはいたので結構いいとこついてくるなと思いましたね。で、一つ橋と言ったら基本的にはやっぱりこう説明問題です、どれだけね説明できるかっていうのがポイントなんですが、今回は該当箇所が非常に見つけやすいよね。1番目は limiting people's potential っていうのが、この limiting っていうのが次のね第2段落見れば restrict っていう風にね、ちゃんと言い換えられてますから、そこをちゃんと見つけて訳してやれば OK ですね。で、2つ目の和訳も大して難しくないね。 each stereotype is small but small things build up 全然難しくないね。 and those small things are what inform the subconscious、 まあサブコンシャスのって来てるって、インフォームをなんて訳すかっていうのは悩んだかもしれないですけど、まあ、いろんなね予備校が影響するって訳してますけど、そこまでは望んでないと思うので、そんな不安にならなくても大丈夫だと思いますね、受験生たちは。次ですね、 it's not in the same category っていうのを説明しなさいですね。で、何と同じなのかっていうのがね、分かんなきゃいけないわけなんですが、それが同じ段落内に書いてあるもんね。結構すぐ書いてあるね。There's a lot of big things we need to fight over. Equality, overpay, blah 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 っていうふうにね、いろいろ書いてありますからね。こっちがビッグイッシューってあって、それと同じカテゴリーに入るわけじゃねえよっていうわけですよ。この皿洗いを広告の中でして、うわー、これはジェンダーステレオタイプだとかっていうのと、ね、同じカテゴリーじゃねえよっていうわけですよ。続いて、下線部の4ですね。和訳。これも大して難しくないよね。How easy it can be for deeply held views on gender to come through っていう風に、いわゆる it for to 構文の、で、形容詞のね、it can be easy が how に引っ張られて前に出てきてるってやつですね。で、for to にちゃんと気づけよってね、要素の分離ですね。views on gender ですかね。ジェンダーに関してのね、この on はよく問われるって前にどっかで言ったよね。ちゃんと for to になってるってことに離れていても気づけたかどうかですよね。後ろの関係詞は簡単。A から D に入れるのを選びなさいですね。最初の問題は、これはすぐにわかる。自分は選択肢見ないで、put が入るなっていうふうに思いましたからね。まあ、put simply とか、まあ、simply put のことが多いと思いますね。見かけるのは。簡単に言うとねっていうね。で、次は文脈ですぐに undervalue だっていうのはすぐにわかりますね、マイナスの表現だろうなっていうのもわかります。で、C は悩んだ人はまあいたかなと思うけど、まあ、消去法でやっても diversity 選べるんじゃないかなと思った。D はもう明らかに prohibit でしょ、こんなの。これは文脈ですぐ通れる。で、基本的にね、一つ橋文脈で問うものが出されるんですけど、ちょっとね、put simply とか、あ、表現問うんだなっていうふうにちょっと思いましたけどね。はい、そして二つ目ですね。ペットに関してはね、非常によく出題されますから、自分の壮大英語に入ってましたっけ。はい、ペット。出てきますよね。で、まず最初が、This has implications for vulnerable human groups って書いてあって、This を指すところをちゃんとね、直前やってやれば大丈夫なんで、そんなに難しくないですね。Implications はよく出るっていうのね、これは別の動画でも話したと思いますね。総計とかでも品質ですね。で、続いて和訳ですね。これも大して難しくはないでしょう、一つ橋レベルだったら。きちんと The idea っていうのが isのね、主語になってるってね、このね、めちゃめちゃ頭でっかちな文ですよね。The idea that って同格の that スタートしてね。で、it is acceptable to do でしょ。で、さらに to 不定詞ね、to suit っていうのが入ってて、で、is consistent words っていう形でね、このやっと the idea のね、動詞がやってくるっていうわけです。次はめちゃくちゃ簡単だよね。The most trivial of reasons。あ、これ、またこれも別の動画でやったよね。trivial reasons って言ってもいいんだけど、こういうふうに the most trivial of reasons っていうふうになる。こともあるよ。これ並べ替えかなんか出てたよね、どっかね。
で、including って書いてあるから、そうですね、このダッシュ使ってヒントでしょ。この A or B って2つな書いてありますから、ここをただ訳しておしまい。余裕。次、A に入るものを選びなさい。当然、ネガティブなものが入るっていうのは文脈からわかるから、両方ネガティブっていうので E を選ぶことも余裕。だし、まあ、ただ歯もね、マイナスなんじゃないのって言われるかもしれないですけど、いや別に次の段落見れば、impede their comfort とか書いてあるし、ヒントはちゃんと出ていますね。次は、まあ、どっちで解きましたかね。自分自身はもう最初の constitutes でもやっちゃいましたけど、後ろの consent なんかも見ないで。constitutes っていうのは、これ SFC でも問われたことありますけど、B 動詞だと思えばいいので、まあ、全く同じってわけじゃないですよ。ただ B 動詞の硬い版だって覚えておくと、解ける問題っていうのは実はあるんですよ。だから今回もそれが分かってれば実はスッと解ける。ただコンセントでねやることも文脈上全然難しくはないです。あ、 D はねちょっとね悩んじゃった人もいるかもしれないですけど、できないって言ってるはずなんですよ。絶対ねイコールじゃないんですよ。動物と人間はイコールじゃねえって言ってるわけですから、だから当然、ローが正解になります。で、E の並べ替え問題、これ簡単ですよ。かなり知ってる人からすると、すぐにできたでしょ。be vital in とかも余裕だし、make the best of も余裕です。で、an がついてくれてますかね。an imperfect situation っていうのも余裕ですね。で、これはできなきゃダメです。一橋。受ける人だったら。はい、続いて自由英作文ですね。どうだったでしょうかね。100から135って書いてあって、だからこれね、絵とかは非常にめんどくさいんですよ。それと比べたら楽です。で、1が、Introduce your favorite Japanese book to our non-Japanese speaker. ここ、そうなんですよ。non-Japanese speaker っていうの忘れないでくださいね。結構ね、これやるんだよ。まあ本っていうのはね、出なくはないんですけど、まあいろんなものね、日本の文化を説明しなさいとか、あなたの学校についてね、説明しなさいとか、出るたりするわけなんですけど、その時に相手が日本人じゃないってことを忘れてですね、バンバン日本語書くやつがいっぱいいる。ダメですよ。もしあなた日本語使ったらその日本語の意味を説明しないといけないですからね。今回もう絶対出てるはずですよ。本の名前、作者ぐらいだったらいいですけど、その後に内容とかもね、バンバン日本語書いちゃってる人が絶対いるはずです。2番、Describe a situation when you felt proud of yourself。ね、まあこれ過去の経験について書くことですので、過去形を使って書かないとダメです。だからどうせ時制でボコボコ点引かれる人がいっぱいいる。Explain the differences between a friend and acquaintance。面白いね、これね。友達と知人の違いを説明せよ。まあ何かしらの定義形で、こういうのが友達で、それに対して知人っていうのはこうである。ただこれだけだとね、実数足らないからきちんとね、例を挙げてね、例えばこの人っていうのは友達でこうこうこういう時にこうこうこうしてくれたとかね、で、それに対して知人であるこの人はこうこうこういう時にこうこうこうだったみたいなので書けるといいですね。はい、続いて、リスニングですね。今年は全部 A 問 A 答になりましたね。去年、2019年はね、選ぶ問題があったんですが、消えました。まあ、A に関してはそこまで難しくなかったかなと思いますね。まあ、3回流れるので一つ橋ってね。だからそこまで難しくないですが、ただね、B の方はね、いやらしいような数字がね、引っ掛けでしょ？数字が出てこないっていうね、きちんと計算しなきゃいけないというか、まあ、最初の方は1年だから楽。ね、だから本文で The following January って言ってね、だから前に書いてあるのとちゃんと計算しなきゃいけない。で、次がちゃんと、1555、ね、いうのと1565っていうのを計算しないといけないっていうね、10年っていうのを出さないといけないっていうね、この辺がちょっとめんどくさかったかなとは思いますね。受けた方どうだったでしょうか。前までね、自分自身は河合塾の南浦和校で一橋大英語やってたんで、まあ、毎年いる人たちですね、受講してる、あ、まあ、講習しかないんですけど、夏期講習、春季からのか、春季、夏季、冬季、直前、はい。で、その受けてる人たちにいろいろ聞いたりして、どうかとかね、過去もやってどうだったかとかいろいろ聞いてたんですけど、やっぱ時間がないっていうのがね、すごい悩みだったんですよ、多くの人がね。記述量が多いと。説明問題の書かなきゃいけない量がものすごく多いことがあると。さらには50分でね始まって、リスニングがいきなりやってきて、しかも3回流れるから結構時間かかるんですよね。で、それ時間取られて、その上でなんか文法問題もあるし、自由英作がボンとあるっていう、その時間配分とかね、いつも考えていろいろ生徒たちと話しながらこうするのがいいんじゃないかとかってやってたんですけど、まあ結論として絶対終わんないよねっていう感じでやってたんですけどね。それが今年は終わるだろうっていうね。まあ、もちろん自由英作書くスピードによって分かれはしてしまうと思うんですけども、2020年の問題だったら多分終わった生徒が多かったんじゃないかなっていうのが印象ですね。だからね、一橋受ける人ですね、ぜひ
参考にしてもらえればよかったんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.